All right. Now we're done with all the side quests so far. Let's actually proceed on to the story. Oh yeah, let's save actually. Excuse me. These, what, this stream and then the last stream has been doing nothing but side quests. Which is great, I'm not hating on it, but I feel like I need to do something story-based. Sabar, I guess they're the last hideout. Psychos are great, and there's a lot in this game. この店は何時から開くんだ？What is cheese? 誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。Nice cheese. There's ghost mechanics in the game. 少しだけ話を聞かせてくれないか？あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。That poster。何なの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは？登場会の四次団体で、この店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ。立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか。ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた、家族で店に住んでいる。住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？立花不動産だ。なんで急に。どうしよう。五六人はいる。Six guys? That's fine. 立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ。何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。
どうも、ナマセさん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言っても、このビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって、うちには赤ん坊だっているんだぞ。 No, that was my PC that got disconnected. I disconnected the charger for the PS4 cable, PS4 controller. こんなヤクザに耐えると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。用心棒？誰に対してのです？立花不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何用が構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ、人生一般の親さんからです。 10,000 yen。 何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られた見方、 like 1 million yen per each stack。 月3万の3年分に色付けて200万。 30 grand around。 生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた、あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとして、I'm right, 2 million。 200万。お子さんのミルク代にもう200万。 Whoa! He's rich! ねえ、生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。ダブルダッ。ウォー、インスフェイス。ピックアップ、ピックアップ。見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。インスタルヒムワンピックアップキャッシュ。何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか？あのペーパーカッツ。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か？そちらさんも人様に説教を垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。He's actually picking it up. あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。 Wow, I guess everyone has a number. This was 4 million. I mean, what is 4 million yen to US? Awesome, type it out.
あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ？もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されてったよ。次のとこ？どこだ？あ、oh, 6 million? さあねえ、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。 That's not a lot. 闇？俺から見りゃ、no, inflation. ヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部、全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど、立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手を引けって忠告くらいだね。Trump change. Rose, they come willing to make an enemy of Toja clan. Owner of Cafe Blend may have been right about them being worse than Yakuza. I still need a bit more info. Hopefully, we can track down those other homeless guys. Park Boulevard. Find a homeless man.